タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。要するにダンスでもうちょっとこうビジネスにできるんじゃないかというところはずっと考えてたってことですよね。そうですね、うん、はい、で今ちょっとそれのいいアイデアが思いついたからぜひやってみたいって思われてるってことでいいですか。そうですね、その追い風だと思うんですが、うん、オリンピックになるとか、うん、でまあコロナでオンラインでっていうネットが、このダンスはスタジオっていうものだったと思うんですけども、ネットとあとはそのプロリーグが始まったとか、いろんなものが今まで僕が感じたことないことが、あの今まではなかったものができてきてるので、再生数とかアクセスが集まるものがきちんとできてないなっていうところが、あ、ネットマーケティングとかやってる側とすればここが穴かなっていうふうに思ってます。なるほど。スモールスタートさせる気はないですか。ちなみにスモールスタートでも大丈夫です。大丈夫です、ね、じゃあスモールスタートするとしたら、株式会社ディズインベストメント会長竹之内幸宏、リラクゼーションサロンリラクルを創業。わずか7年で直営600店舗まで拡大し、飲食店、EC サイト、セラピストマッチングアプリ、ホググなど数多の事業をたった2年で立ち上げる。リラクゼーションの虎は癒しの力でタイガーファンディングの流れをどう変えるのか。最低いくらぐらいで例えばして、それが例えばこれぐらいの収入になるんですよ。例えば30万円 の、はい、あの YouTube 作成費用だけでとりあえずはいけますと。でそれで例えば1ヶ月後にこれぐらいになってるんで、そうなるとこれぐらいの収入が多分出てるんですよっていうシンプルなものに一度置き換えてちょっと聞いてみたいんですけども、はい、1ヶ月で50万ぐらいできるかなと思います。はい、50万で制作するってことですか。毎日の分の制作はできるかなと思います。毎日制作するんですか。はい、なるほど、30日分ってことですか。はい、できるかなと思います。でそれで大体じゃあ50万だとしますよね。はい、でそこでまあお金はつきますよね。はい、でもその時点でじゃあどれぐらいの登録者数になって、どれぐらいのものになってマネタイズできそうな気配が出てるイメージですか。1ヶ月目はそんなに出ないと思います。あ、なるほど、ね。はい、ただまあ収益としては、今あるチャンネルをちょっと使うので、うん、1ヶ月目から収益は10万から20万ぐらいは出るんじゃないかなと思います。はい、じゃあまだそこからお金かかりますよね。はい、じゃあ2ヶ月目は50万かけますよね。はい、じゃあ100万一体どの時点でお金が、要するにかけるお金よりも追いつくような状態になりそうですか。4ヶ月目からいけると思う。 YouTube の作成で200万かかるということですね。はい、ここにでもその YouTube 作成200万っていうのがないんですよね。あ、スタッフっていうところですね。スタッフ費用ですか。はい、これでも6ヶ月分で120万って出てるんですけど、はい、これはスタッフっていうのは編集マンとカメラマンを両方やってくれる人です。であとは、先生側の費用がかかってきますね。はい、ダンスレッスン動画っていう。そうですね、レッスン動画なので、合わせてじゃあ270万っていう部分と、ね、はい、あと撮影場所ってやつですね。はい、あ、そっかそっか、これは全部 YouTube 作成費用ってことですね。そうですね。あ、なるほど、390万なんですね。はい、なるほど。じゃあまあ400万はかけてみないと。そうですね、一応わからないのはわからないと。はい、アプリは正直調子に乗りました。できたらいいなっていうところなので。なるほど、なるほど。アプリはあの費用としてはあの、そういうことですね、ちょっとあのそこが目標っていう感じで入れたのは確かです。はい、はい、ちょっとね、実績の部分が弱いっすよね。だからもう 1年あったらね、なんかもうちょっとチャンネルいくつかやってたりとか、なんかないですか。そうですね、そうですね、まあのちっちゃい会社なんで、そのパチンコのことしかやってこなかったんで、うんうん、そうですよね。はい、だからね、そうするとね、ギャンブルだけね、パチンコが得意だから伸ばせちゃったんじゃないかってなっちゃいますよね。なのででもまあコンサルなんか頼むって言って頼まなかったんで、まあ気持ちだけ一応200万円は先積んどきます。どうぞ。はい、林社長からとりあえず200万あの出ました。うん、虎の牙を受けながらも食らいつき続ける志願者、その熱意に共感し、ついに札束が動く。ファンディング希望額は遠いが、この流れで完全オールを引き寄せられるか。全額一人出しっていうことを一旦、まずお尋ねします。この段階で、じゃあ850万自分が一人で出していいよという方がいらっしゃいましたら、ご表明いただきたいと思います。はい、いらっしゃらないようなので最終決断に入ってまいりますけれども、タイさん最後に何かありましたらどうぞ。僕が言えることは言ったと思います。ただまあ伝え方がちょっとまずかったかなと思うので、ただまあ YouTube だけに関しましてはスモールスタートでできるならば、それからさせていただければきっちりと成果は絶対上げれるので、はい、そこだけは自信を持って言えるかなと思います。よろしくお願いします。
はい、では、竹野社長からお願いします。まあまあ結構悩んでるんですけどね、まあスマルスタートっていうのが最後に出ましたけども、まあ、200万かかるんだと思ったところで、ああ200万ってまあ小さな数字じゃないなってちょっと思ったんです、正直なところ。でも自己資金がまあ200万円ある中で、それでも一旦試してですね、そこで結果が出そうな雰囲気がもしあるっていうんであれば、当然そのまま拡大していくための資金を積むっていうのは全然やぶさかじゃないなって僕は思ってます。なので、まあちょっと本当上限権付きで申し訳ないですけども、まず自己資金で200万やってほしいですね。でその上である程度、まあ、目標を決めてこのぐらいの結果が出たらっていうんであれば、そこから僕としては出してもいいと思ってます。すいません、ちょっと中途半端かもしれないですけど、500万だったら出します。ありがとうございます。はい、はい、一旦竹野社長からは条件付きで一旦500万積んでいただくっていう形ですね。わかりました、ありがとうございます。僕はナッシングです。リストを取れば確かに商売になると思いますし、まあ、その段差の地位向上を目指すっていうのはすごく素晴らしいことだと思うんですけど、あまりビッグビジネスにはならないと思うので、もしお金を出すんだったら夢を叶えるための投資になるかなと思ったので、ちょっと今回はナッシングでお願いします。ナッシングです。僕はなんかちょっとお金稼ぐのが厳しいモデルかなって自分は感じたのと、あとちょっとキャッチーじゃないかなと思ったんで、やっぱり裾野を広げるにあたってダンス的に一般人な僕がキャッチーに思えないと裾野広がらないかなって感じました。でもタイさんはうまくいく方だと思うんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。前僕タイさんとお会いの時かな、はい、お会いして、はい、なんかいろいろお話聞いてて、はい、なんか、まあ、応援したいなってずっと思ってたんで、じゃあ僕残り出しますとしたら残り出します。はい、はい、一旦じゃあ、150万、残りとおっしゃるので、150万一旦積んでいただくっていうところで止めますね。850万の希望金額で自己資金200万っていうふうにここに書かれてるじゃないですか、はい、で竹野社長が今おっしゃるように、じゃあ200万最初にかかる4ヶ月の200万については虎からのお金ではなくて、タイさんの200万でやってみると、はい、で、ちょっと後で話し合いをしていただいて、じゃあこの4ヶ月でどこまで要はそのチャンネルが行って広告収入で、要するに50万円ですね、月々50万の YouTube 費用がかかるわけですよね、はい、じゃあ50万円が要するに元が取れてると、はい、毎月50万円の収入が立つレベルまで来てたら僕は500万まで出します。はい、はい、どうでしょうか、他のお二方、この今の竹野さんがおっしゃってる広告収入で50万で、僕なかなかのハードルだなと思ってまして、広告収入を含めたその YouTube をやることに対する収入っていう考え方もあるかもしれませんし、これはどうなんでしょうか。僕はまた別の考えとして、学習塾業界の虎、正統後継者、株式会社エイバー代表林直弘、年商100億、日本初授業をしない塾武田塾の教場数は全国300校を突破、フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める。先に200万出してもらってうまくいったから残りの850万出すってのも悪いなっていう考えですね、僕は。それだったらせめて同じ比率で出しとかないと、初めの200万だけ先に、まあ、それで覚悟を見るっていう考え方もあると思うんですけど、その同じ比率で僕たちのお金も減っていかないとなんか悪いなと思うんですよね、この後のビジネスを同じ割合でもらうんであれば。だから条件が違っちゃってるんですよね、僕と竹野社長で。なるほど。だからまあそれでも、ごめんなさい、僕いいですか、ごめん途中で、はい、なぜそういうふうにしたかなんですけども、本来ならば自分でスモールスタートを始めとくべきだと思ってるんですよ、はい、でその結果を持ってお金を積んでくださいっていうのが本当は筋だと思ってます。でもスモールスタートもせずに最初から自分のこの空想の中で多分いけるだろうと思って持ってこられた企画なので、まずそれをされてないっていうところでいくと、できたらやっぱり自分の200万円ぐらいは一回投じて、これだから確実だからっていうエビデンスを持ってお金を積んでほしいって言ってほしいから、一応そういう条件つけたんですよね。なので、まあ、竹野社長のおっしゃることもよくわかるんですが、うんうん、一つの考え方としては OK です。はい、はい、まあ、本来ならば何も出さないつもりだったんです。でもまあ少しチャンスを与えたいという意味で出してますので、はい、まあ、それよりかはマシかなと思って僕は一応積んでますっていうことです。はい、はい、このビジネスモデルが、まあ、根本的にちょっとうまくはいかないんじゃないかっていうのもなんとなくまだ刺さってないんで、だから結局作り変えなきゃいけない気がするんですね。でもタイさんにこんだけやってるんだから行って信じて自分でチャンネルを任せて伸びないことはないと思うんですよ。
伸びると思うんですよ。伸びた後に考えてこういうビジネスモデルも作り変えてよければ、僕は違う条件ですかね、200万円自腹で突っ込めっていうことよりも、とりあえずチャンネルを流行らしてから考えるみたいな。でもその200万は僕は出してもいいかもしれないですね。4ヶ月やってみて、その後ビジネスモデルも含めて作り変えてもよければ、新しいチャンネル、ダンスのチャンネルに投資するんで、そこから考えましょうで、お金出すとかだったら僕はいいかもしれないですよね。じゃあ逆にですね、ええ、僕が例えば引いてですね、ええ、林社長が例えばその200万円で一回試しなさいと、でその上でまあそ分からないですけど、どういう、ええ、その後に全額っていうんだったら逆に僕の方が条件悪いですから、あの引いても全然構わないです、そこは。と思うじゃないですか。けど酒の社長の500万も貴重なんで。ちょっと待って。じゃあ変な話なんですけど、僕が200万円で実験代を払いますんで、その後ご検討いただいていいですよ。じゃあとりあえず僕が全部出しますんで、あのその時に4ヶ月後の結果見て竹山社長がいくら乗っかるかを考えていただくのはどうですか。まあ、もう僕すごく冷徹だと思ってますから自分のことは、あのすごい冷たいかもしれないけど、それで林社長が本当にいいって言うんであれば、竹山社長もいた方がそれ、いやそんなラッキーなことは僕はあるから、ね、ないですよね。志願者の方にとってもすごいいいでしょうし、いやそれでね、いや僕の200万円をあのね、あの溶かして全然力がなかったって放送されるのも面白いかなと思って。ごめんなさい。業者さんがお膝になってますか。違う。僕業者さんの200万欲しい。これなんか滑りそうな気もするからできれば欲しいんですけど。どうしましょうね。いやなんで、じゃあすいません。整理したいですね。林庵は僕が一旦全額出してけど、200万で実験してチャンネル登録数をいって、その様子を見てお二人を決めていただくのはいかがでしょうか。シングルファザーで大変だっていう噂を聞いてますんで、はい、あのぜひあのこれ、この辺を言っていただきたかったんです。そうですよね、はい、なんであのなんかいろいろ大変だっていう聞いたんで、200万円はあの全て僕が出しますんで流行らせてください。で流行ったらきっとみんな乗っかってくると思うんで、皆さんのお金で黒字化したら嬉しいなと思ってます。そんなんでどうでしょうか。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジョーさんはけど条件ないからね。はい、借りようかな、じゃあ。じゃあ、そうですね。はい、あの、林さん700万と、ジョー社長が150万。はいはい、じゃあ、もう一回僕の方で整理させてください。はい、今、この段階で、いろいろと話し合いがあった中で、竹内社長は、一旦引かれましたと。で、林社長が、700万出していただき、上社長が150万円出していただいたので、一旦この時点で、表面上、この、なんかオールなんですが、それには当然条件がついていますと。僕の200万円で、4ヶ月やってみて、その時のチャンネル登録者数とか流行り方を見て、あの、竹野社長と上社長にご相談させていただくでもいいですか？いや、もちろんです。ありがとうございます。はい、そういう感じですかね。じゃあその、これ条件付きになりますから、はい、4ヶ月後どんなもんなってそうですか、はい、ここで宣言していただけるとすごい嬉しいです。1万人は絶対行くと思うんですよ。けど4ヶ月1万人はもう難しいですよね、はい、めちゃくちゃ難しいと思います。もう8000人いるんですよね。7000、6000ちょっとですね。それを伸ばす。ただ1万人でどれぐらいの収益になってるかが一番大事です。収益はこれはちょっと約束できないところがありまして、再生数が取れる動画がこの時になかったらちょっと難しいっていうのもあるのは確かです、ね、でもそれがほらやっぱり基準なので僕からしたら。なので、例えばそれが4月になんかそういう振り付けとかがあるならば増やせるんだろうじゃないかなっていうふうには思うので。ごめんなさい、それを今ならばって言ってしまうとさすがにちょっと、はい、そこはぜひ審判として竹内社長がね、4ヶ月後にこんくらいならすげえんじゃねえかみたいなのを決めていただける。面白いです。いやこれずっと話を聞いてて、その流行りのダンスっていうのが結局曲の流行りにの時流に依存するので、すごくそこは僕はずっと難しいなと思って聞いてたんですよね。だから今回その香水が流行ったりとか、うんうんうん、それをこっちでいじれない操作ができないものっていうのにちょっと依存してしまうのでっていう話ですよね。はい、なのでその場合はもうプロのダンサーにプロ向けのやつをまず作って収益の柱を作った方がいいかなと思います。それは伸びにくいと思うんですけども、うん、4ヶ月あったらそれはそれで伸ばせるなっていう。200万でも300万でも新チャンネルのダンスのチャンネルをに投資しますんで、それがある程度みんながすごいなって思う結果を4ヶ月後に出してほしいんですね。それを今のチャンネル伸ばすんですね、はい、その費用として200万、はいはい、今6000人、さあ
竹内社長どんくらいだったすごい、はい、とにかく50万円という YouTube の毎月かかってる費用を稼ぎ出せてるかどうかですよ。もうそれしかなくて、極端な話登録者数が1000人でも50万円稼いでたらいいですし、100万人になってても50万稼げてないんだったらそれは意味がないです。はい、はい、じゃあ50万でいいですか、竹内社長の基準として。1ヶ月にかかった費用をペイできるっていう条件であればちょっと厳しめですけど、あのいい目標かなと思います。4ヶ月で50万 Google の広告収入だけで稼ぐか、スポンサーとかなしでいいですか。いいと思います。おお、難しいとは思いますけど。むずいでしょ。なんか僕の中でちょっと消化できないのは、大さん本当にあの今あのその4ヶ月で、Google からの広告収入50万ってことに結構自信がある感じですか。そうですね、4ヶ月はまあギリギリのラインやと思いますけど、できるかできないかはギリギリ。だったら結構すごいよね。いや僕もね、多少はその時に勢い見ながら。大さん本当にあの、はい、4ヶ月やってみて5ヶ月目の初めに広告収入50万っていう一つの条件付きで受けますか。はい、はい、お願いします。はい、竹内社長よろしいですか。もちろん大丈夫です。そうするともしこの条件がクリアされた時には、林社長、上社長と相談の上で、竹内さんもいくらか乗っかるということでよろしいですか。はい、はい、それで結構です、はい、じゃあ今日の段階では、上社長と、林社長の合算で850万です。条件付きではありますけれども、この段階であなたの希望に達しましたので、一旦条件付きオール、おめでとうございます。ありがとうございます。シングルファザーというか、お子さんが。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。厳しい竹野社長にあの乗ってもらえるように、ちょっと頑張りましょう。ありがとうございます。ますちゃんときっちりやりますので、見といていただければと思います、まあ、あの説明の部分がちょっと足らなかったというか、うまく説明できなかったと思いますので、はい、ただ、まあ、最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。前回の結果ナッシングを超えて条件付きオールを達成。林城の積んだ札束に結果次第で竹の内が投資を決める異例の結果で終幕したタイガーファンディング。4ヶ月で50万円の広告収入を成し遂げるべく、志願者タイの新たな戦いが始まる。その挑戦は続報を待て。